ようこそエンタメ食堂へ。今回もジブリ飯を作っていきます。今回は小栗小坂から小栗小僧の朝食を作っていきたいと思います。女性陣が歌を歌いながら朝食を作るのがとっても印象的なシーンなので、ぜひ皆さんも小栗小坂からを見てみてください。卵の量を倍に増やせばハンマバキの作るご機嫌な朝食に似てますよね。仕上げに味噌汁を作って完成です。味噌汁には三つ葉を入れたい派です。皆さんは味噌汁に入れたいものは何ですか？ぜひコメントで教えてください。それでは実食いただきます。コクリコ坂のヒロインの松崎海ちゃんを意識してツインテールにしてみました。今後は最後のコスプレにも力を入れていきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。ではまたねー。